マジコボーミソノの,のマグロラーメン、クシキマグロラーメンとは、鹿児島県一木クシキ市のうち、旧クシキ地市域で提供されているご当地ラーメンである。クシキノ港は、マグロ水揚げ量が多く、遠洋漁業の基地として栄えた港町であったが、漁業そのものが社用化していった。2000年頃から市内の飲食店店主や食品関連会社、 地元飲食業組合が集まり町の PR として開発したのがマグロラーメンである。マグロの頭とニンニク、生姜などを煮込んだマグロスープとカツオ、昆布などから白だしを取ってブレンドした醤油ベースのスープを用いる。麺は中細の縮れ麺。最大の特徴はチャーシューの代わりに生マグロの漬けがトッピングに用いられることにある。ラーメンに乗せた直後は 生の状態だが、ラーメンの熱が伝わり、色と食感の変化が楽しめる。好みによって、スープにわさびを落として食しても良い。2013年時点では、市内で6軒の店が、マグロラーメンを提供しており、マグロのレアステーキをトッピングするなど各店で個性を出している。地元企業である、石丸食品が、インスタント食品として、具式のマグロラーメンを発売している。 わさびも添付されている。鹿児島県限定販売であるが、一周丸食品で通信販売も行っている。ありがとうございます。